鈴木寛一から1914年6月29日は、明治時代の外交官、彦根藩出身。幕末に、横浜でジェームス・バラに英語を学び、キリスト教に入信した。サンフランシスコに留学後、大乗官サイン視察団として、パリに渡り、在フランス日本公使館に勤めたが、公金を横領して、帰国服役した。出国後仏教に転し、故郷彦根で、 近畿育児院を経営した。天保14年2月12日、彦根藩士、鈴木徴用の4、男として生まれた。加盟4年4月6日、兄、鈴木茂関の病気によりその養子として、後式を相続した。11月12日、定年未満で出資したとして、叱りを受け、22日許された。加盟五年に月十一日、死む知る三百国を受けた。 安政三年一月二十二日、五郎八から五十郎に改名した。たびたび江戸に赴任し、伊伊直助ともかたつかい湾、河とも伊伊直則宿ともととして禁じした。文久二年、和宮婚礼社主として、直則に従い上京した。源氏元年六月一日、朧役。七月十九日の金門の兵では、作兵門敬語に参加した。慶応元年十一月二日、 大阪で友方頭を命じられ、21日、名を塗りに従い、第一次長州性罰に出征した。慶応3年2月15日、洋学学習のため江戸遊学を命じられ、横浜でジェームス・ハミルト・バラに個人授業を受けた。慶応4年2月23日、アメリカ合衆国留学を命じられて、部役、東役を解かれ、ホロ役辞席となった。月日、 横浜39番地水町通りのバラとディビッド、タムソンの空居で、あわず孔明と共に洗礼を受けた。妻の病気のため帰郷した後、サンフランシスコに渡り、シティカレッジに入学し、学長ビードルに聖書を学んだ。明治2年、妻の病気のため帰国し、8月27日、寛一と解消した。明治四年一月、第三次、谷哲臣の命で自宅に、 洋学校を仮開校し、4月19日、アメリカ領事を通じて、アメリカ人商人ジョンウィリアムグードメンを雇用した。同年上京すると、学校を故障んと女性教師に託したが、明治5年10月廃校した。明治4年9月、大上官成員権障害し、明治5年1月17日、サイン中犠牲となり、27日、サイン視察団として、 二週間夢、高崎正風、小室忍、安川重成と横浜を出港、百七十二年三月、フランスに到着し、国務員などの政治制度を視察した。当中、明治五年三月二十一日付で、日本キリスト公会に転入会した。視察団では、会計を担当したが、旅費を預金していた、南定介のナショナルエージェンシーが倒産して、 金策に奔走し、異病を患らった。1873年5月から、便利講師、サメシマなオノブの下で在フランス日本講師館に勤務するようになり、7月に他の視察団が帰国した際にも病気を理由に帰国せず、1874年3月8日、正式に外務三等書機関となった。1877年、パリ万国博覧会の事務を行った。 1880年12月4日、ナオノブが死去すると、5日、フランス臨時代理大使に就任し、ベルギースペインポルトガルも、剣葛氏、伊田譲の着任まで務めた。1881年4月1日、パリ国際電気博覧会日本帝国政府委員を、命じられた。1876年以来、大倉省の海外にがわせ資金、海軍省、 文部省の留学生費、予備金などを指摘に引き出し、公使館のフランス人職員や、病気の坂や、トルコ人法学生などに金を貸し、自身の交際費などにも流用していた。在イギリス領事館へ送金を命じられた際、預金が不足したため、これを補填するため、佐藤相場に登記して失敗すると、1882年4月23日に遺書を残して失踪し、 6月3日に懲戒免職となった。寛一は自殺を試みるもフランス人に制止され、ジュネーブ近辺に潜伏した後、1883年8月、パリに戻り、公使館初期生大戦綱助に自首し、10月、東京経済裁判所に護送された。1884年4月10日、寛主事当罪で、慶長役7年を言い渡され、 警視庁監獄石川島文書に収監された。1888年8月16日、模範州として仮出国し、郝島地区の妻の実家無党本前方で特別監視を受けた。1890年1月19日、横浜海岸協会に転入会したが、フランス駐在時代にキリスト教徒の行いを実験して、キリスト教への幻想は薄れており、 この後仏教に転校した。元視察団上役高崎商風の仲介で、下田歌子にフランス語を教え、1893年に、その欧州への女子教育視察旅行に同行した。1898年に、彦根駅教師、天草郡五両村、香織ル司住職村上宝船と共に、東京福田外育児院を模範として、仏教稽古寺院士が育児院を創立した。 1899年頃には、医師、田口茂之と夜学校を開き、英語、フランス語、ドイツ語を教えた。滋賀育児院は近畿育児院と改名したが、寄付金の募集方法等について悪評が立ち、1910年3月、犬上郡長、彦根町長により7名の児童と共に、大津市滋賀県育児院に併合された。1914年6月29日、 京都府電中村で死去し、彦根町大雲寺に葬られた。法名は、義城が一子寺。穂住瀬三河鈴木氏の一族。寛永年間に、先祖の鈴木善太雄重元が、井井直隆に出資して、以来、代々彦根藩に仕えた。屋敷は、彦根城中堀端城辺原にあった。彦根下千花町2番1五に、 文久2年地区の旧鈴木屋敷長屋門が現存し、1973年4月28日、彦根市指定文化財2010年2月1日、景観重要建造物、歴史的風地形成建造物に指定されている。滋賀大学経済学部附属資料館には、鈴木屋、無闘家関係の文書が鈴木正親文書として所蔵される。ありがとうございます。